お疲れ様です。まあ、こんな格好で失礼します。速歌塾のコブです。今日もね、昭和時代についてお話ししようと思います。あ、それからね、舞姫大学のナミさん、えー、昭和についての動画の方を送っていただきましてありがとうございます。30分の対策ということでね、まあ、しみじみと見させてもらいました。ジーンと来るところもなんかあったりとかね、まあ、昭和っていうキーワードだけで私も思い出すものがたくさんありますんでね、なんか、浸ってしまいましたけども、 そういえば、昭和時代の結婚式でこんなの覚えてませんか結婚式で、最後、新郎新婦がですね、車に乗って、ズワーッとね、式場を後にするんですけども、車の後ろに、カンカラっていうのをつけてね、カン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 ,カーンとか音を出しながらバーッと去っていくみたいなね。これ、もう今では全く見られないですよね。結婚式が終わった後、ラストシーンでカンカラをつけて、 どっっかい走り去っていくとそのまま新婚旅行みたいなコースもあるわけですけどもあの「カンカラ」っていうのはね随分遠くの文化のような気がしますけども平成時代にプリンセスプリンセスっていうね大人気のバンドグループが出たんですよまあそのうん曲の中でね「カンカラつけて」っていう歌詞があるんですよ、うん、あの「パレードしようよ」っていうねなんかのアルバムの 最後の曲だったと思います。検索していただけたらわかるんですけども、プリンセスプリンセスパレードしようよという曲。で、その歌詞の中に、カンカラつけてっていう風なね、歌詞があるんですよね。つまり、カンカラっていう文化は、平成にも思い出されたことがあるんではないかなと思うんですよ。うん。まあでも、プリンセスプリンセス時代、昭和の最後のバンドだったかなと思いますけどもね。はい。それで、今回は、昭和時代っていうのを、 昭和初期から昭和20年代、30年代、40年代と大体6個の6つのね時代に切り分けることができると思うんですよ。それぞれ昭和時代を10年ごとに区切ってその特徴をまとめるとどういうふうになるのかなってことについてお話ししようと思います。えー、まずね、昭和初期なんですけども、1926年から35年の10年間、対象デモクラシーの余韻と軍国主義の台頭ということがね、 テーマとして取り出されるのかなと思います。で、この頃、世界は、経済危機がありまして、世界同時経済低迷ということでね、世界中を不景気が襲ったっていう、まあそんな時代がありました。で、文化なんですけども、文化や映画などは、やっと多様化してきて、で、活気を見せるっていうところになってきたのかなと思います。それから、昭和の中期に入っていくんですけども、 軍国主義の激化と太平洋戦争、ね、大東亜戦争ってものがやっぱり外せないかなと思いますね。で、経済統制が始まりまして、やっぱり日本国内でもね、配給制度っていうものがあったりとか、やっぱりこう、石油とかガソリンっていうのを使うことをね、ものすごくこう、禁じられたといいますか、締め付けられた時期ではあったのかなと思います。で、文化の面で言いますと、戦時体制下に入りまして、文化活動はかなり 制限されたというところとあとそれに対して国民のフラストレーションが国の制度に向かったというね、まあ、そういうふうな国と国民との対立っていうのが起きた時代だったと思いますで昭和後期なんですけども戦後の混乱と復興っていうのがありました、まあ、日本は敗戦しまして GHQ がこの国を支配して占領したとでそれに伴って西洋の文化が入り始めて急速に経済発展をするわけですよねここにつきましてはメリットとデメリットが当然あります まあ食料支援という名のもとに、えー、アメリカのこう余ったね、えー、それこそ食料とも言えないようなものが日本国内にどんどん入ってきました。しかし日本は食料不足だったので、そういったものでも、えー、生きるために国民みんなで、ね、分け合ったっていうところがあるのかなと思います。で、そうこうしているうちに人は質のいい食品、質のいい暮らし、質のいい未来を求めるようになってきて、高度経済成長が始まったんですね。 まあここではですね、やっぱりこう、日本国内のインフラや、それから工場とか、港湾施設、空港、こういったものがことごとく破壊されてましたんで、やっぱりね、供給不足だったんですよ、どん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 ものを作って、日本国内に供給していかないと、もうインフレが止まらないということでね、えーまあ、すごく経済は混乱したんですけども、その分、多くの人にチャンスがあったのかなと、どんなことでも仕事になる時代だったと思います。 これが経済成長を加速して国民は一年ごとに豊かになる。まあそういうふうにして過去の大戦の歴史を徐々に忘れかけている。まあそんな時代だったかと思います。そして貧しかった戦中戦後の暮らしを忘れ家電がですね普及してきてテレビ、冷蔵庫、これ各家庭に入ってきたりとか賃貸が持ち家になったりとかね。それから 都市化ですよね。それまで考えられなかった人口が都市に集中して都市化が進みました。集団就職っていうのもね、この時期にかなりあったと思います。えー、最後に昭和後期についてお話ししようと思います。昭和後期は高度経済成長期がピークを迎えて1966年から1975年。ここで私も生まれたわけですけども、まあ、いわゆるね、段階ジュニアと言われて、 その後段階ジュニアはロスゼネ世代というふうにね、言い方をすげ替えられるわけなんですよ。で、この私たちが生まれた頃、大人たちは何をやっていたのかなっていうことに振り返ってみると、学生運動っていうのがありましたね。社会変革を求める声が高まっていって、まあ、反アメリカとかね、反なんとかとかね、うん、戦後の脱却とか、うん、日本の歴史認識を改めろとかね、環境問題も出てきました。 高度経済成長期のデメリットといえば、やっぱりこういった環境問題、公害問題です。その公害によって実質的な被害を受けた方が集団して、こうやって裁判というね、手法に打って出たりとかしましたね。で、次が昭和末期なんですけども、1976年から1989年です。この時期になんとオイルショックと経済の低迷、これがまた来ました。オイルショックの影響で、経済が すごくね、行き詰まったということです。まあ、石油資源に依存し始めた頃ですから、その石油が入ってこないともなると、日本の産業はどれもこれも止まっていくってことになりました。まだ石炭産業ってのがありましたけども、もうこの頃は末期でしたからね。で、バブルが始まるわけです。経済低迷した後の相当の爆発,爆発力を持って、バブル経済が ここに生まれました。1980年代にはバブル経済が到来して、不動産や株価が意味もなく急騰したということになります。で、膨れ続けた多くの価値は、その価値の空洞化を呼んで、ありえない幻想の価値まで私たちにもたらしました。私の住んでいるところで言うと、瀬戸大橋がかかると、経済発展がものすごく進むんだということでね、瀬戸大橋の 一日あたりの交通量を4万台の車と見込んだんですよ。ところが実際その3分の1から4分の1の1万数千台しか来なくて、期待していた経済的な、まあそういった効果はですね、ほとんど得られなかったということで、倒産が相次ぐわけですよね。リゾート施設やホテルなども、瀬戸内海、瀬戸内小政権で、たくさん建設中に業者が放り投げて失踪みたいなことがよくありましたね。うん こういうふうにして負の遺産ってのが未だに残されてるわけですよ。で、多様化ってものが始まりました。昭和の末期には次の平成の到来を感じさせるような価値観の多様化というもので正解はないっていうところからそれが始まったんじゃないかなと思います。進学して就職すれば安泰だよと言われて信じられてきた昭和戦後の長い時代の中から実際に大学を出て 就職してみたけども、バブルの崩壊などで、安定などどこにもなかったってことがね、その時分かったんですよ。つまり目が覚めたっていう状態です。こういうふうにして、奪われた30年間の平成というものにね、入っていくわけですけども、まあ昭和の時代はね、ぎったんばったんと上がったり下がったり、それから広がったり縮んだり、まあ非常に幻想とはいえ夢の多かった時代だったんじゃないかなと思います。まあそういった昭和時代の、 なんか躍動感をね、懐かしいなと思う気持ちが、今、閉塞した世の中に生まれてくるのも、そう不思議なことではないのかもしれないですね。はい。じゃあ今回はこんなところです。お疲れ様でした。